こんにちは。こんにちは。アレアレアです。です。リノです。ユキです。これを言わないとね、ユキちゃんが始めてくれないのね。違う違う違う。今日は絶対ねえから言わないようにしようって思ってたから、うん、ね、別に、ね、あの今お前自己紹介しろよ的な目線が飛んできた。全然してないよ。ねえは絶対言わないぞっていう。あ、そうなの。自分への決意だけです、ね。そうなんです。今日はあれですか、あのゆきちゃんに近いのはあの声をあんまり張りたくないっていう。何も考えてないよ。邪魔な声を聞きます。私あんまり出さないよっていうアピールですかこれ。ただ置いた時に置いただけ。何も考えてませんでした。なるほど。はい、マイクも若干斜めな。していい？いいですよ。あのね、はい、今年免許の書き換えなんですよ。あ、私も。え、なんで？わかんない。わかんないけど。でね、うん、あの前回、まあくじくもあの私有料ドライバーなんで、はいはいはい、そうですね、ゴールドカードってやつ。私もです。なんで、はい、あのちょっと長い間いいんだよね。年数長いんだっけ、ゴールドカードの人って。書きか更新が、そうか、感覚がそうだ、ね、分かんないですけど、うんうん、まあ、前回ね、うん、あのきちんと写真持って、はいはい、言ってましたね、前言ってたよね、なんか都庁に持って行った、都庁のところの警察署に持って行ったんですけど、うんうん、なんか全然使わってもらえなかった。どうでもいいすっぴんとどうでもいい服装で行ったら写真撮られたっていうのをしてたね、してよね、思い出しました、この前、うんうんうん、今度はちゃんとやっていこうって思ってます、うん、バッチリ。あ、それだけ。あれ警察署でもできるじゃないですか、うんうんうん、その時も写真持ってかなくていいの？でもね、うん、あの前回もなんですけど今回も写真は持ってこいって書いてあるんですよね。でも都庁はさ、そうやけど警察署行く時はどうなんですかね。そこも警察署でしたよ確か。あ、そうで取ってくれるんですか。免許交付センターだったかもしれない。いや、どうなんだろうと思って今回、うん、あの私もいいんですけど、あの警察署に行こうと思って。そうですよね。で二股がちょっと遠いんで。そうよね、うん、でその前は私まだ取り立てで、うん、1回目の更新だったから、はい、あそこに来いと、免許センターに来いっていうこと言ったから、はい、うん、もう写真ゆきちゃんの多分その話を聞いてたしバッチリで行ったから OK だったんですけど、うん、今回警察署に行くときはどっちって思って。いりますよ。いりますか。はい、 どっちにしよう。いるんです。この前も行ったんですけど、 いるって書いてあったから持って行ったのに、うん、それは使いませんって言われたんで。そうですよね、はい、でも実際にだからその免許センターに行ったら有無を言わさず取ってくれるじゃないですか、はい、警察署はどっちなんだろうね。ね、持っていかなくても、あ、でも別にも持っていかなかったらそこで取ってって言われると思うんですけど、多分いると思います。持ってこいって書いてありました、一応ね、写真1枚。あ、じゃあ持っていかずに行ってダメって言われたら取ればいいんだ、近所だしね。なるほどね。ゆきちゃんの話を全然聞いてない回答がごめん出ちゃった今。持ってこいって言ってるのに、なんかごめん、ね、持っていかなくてもいいっていう結論に達したわ今。まあ持っていかないと時間かかるっていうだけですよ。でも取られるんでしょどうせ。いや、わかんない、警察署はわかんないね、うん、警察署はもう出してって言われるかもしれないし、うちの母にその話この前してたら、うん、お母さんはバッチリ取っていったものを使ってもらったって言ってました。あ、そう、うん、なんでそれは、なんですごい強い感じで言ったから、うん、半切れで。いやいや、多分お母さん半切れで警察署だったからだと思いますよ。ああ、これ使ってください。私も言ったんですよ、半切れで。半切れで言ったんですよ、どっちものところで。いや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 、これお願いしますって言ったんだけど、お母さんの勢いに勝て、いや、まだまだじゃなかった。全然、はい、取りまーすって、もう、えーっていう顔でね、
まあいいんですけどね。まあ免許って恥ずかしいよね、人に見られるのね。元町で、今養蜂を しているじゃないですか。そうですね、前あの現場で隠し撮りした、はい、隠し撮りの皆さんに聞いていただいてますけれども、はい、あれからね、あの行ける時は毎週行かせてもらってるんですけれども。そうですね、頑張ってね。とうとうね、はい、あの蜜を、うんうん、取り始めまして。そうそうそう、桜、うん、桜、今週は桜から始まりでしたね、うん、美味しかったですね。美味しかったですね、はい、桜の蜜ってちょっとなんていう、水分が多いので、はい、あの聞いてる皆さんが思ってるよりもちょっとねサラってしてる。サラってしてますね。だからこの前あの梅酒に入れて飲んだじゃないですか、うんうん、すごく合いましたね。あ、梅酒に合うよね、うん、なんでしょう、やっぱり春の梅桜梅桜みたいな。あ本当だ、梅と桜のコラボですよ ね、 ね、どっちやねんみたいなこともあるかもしれないですけど、これ不思議、合うんですね。合うんですよ、うん、ね、そうそうなんです。なんか結構元町の商店街の方が、うん、はい、協力してくださっている活動なんですけれど、はい、あの商店街の人みんな面白い人ですね。ねえ、うん、あのまあ、こんなこともなければ知り合うきっかけもなかったんですけれど。そうなんですよね、いろんな職業の人が、まあ、元町のいろんな商店街の人たちが、はい、うん、集まる機会があったんですけれど、ね、なんか元町商店街ってすごいほらなんかおしゃれな、はい、結構セレブなイメージあるじゃないですか、はい、だからあのもうちょっと皆さんこうサバサバしてるのかなと思ったけど、はい、結構商店街っていうね、アットホームでしたね、うん、面白い人多かったですね。そして、ね、そうそうそう、うん、個性的な人が多くて、うん、私ほら商店街育ち、ああそうか、そうそうそう、なんかすごいああいいなって思いました。ひなちゃんの商店街もそうな感じだったのね。でも歩いたらよく声かけられてたよね。そうなんですよ、ね、そうそうそう、みんな知り合いっていう感じなので、その集まりとか私は行ったことないので、うん、わかんないんですけど、でもあの結構なんていう の、 あのネットワークは強い、まあ、だからすぐあの男の子とかと歩いてるとすぐバレるっていう何になちゃんこの前あそこでやるなんか一緒にいたのみたいなのが私が言う前に親にバレてるっていうぐらいなんかネットワークが強いじゃないですか商店街って、うん、だからなんかそういうの思い出してすごくこうほんわかした気持ちに、ね、なったんですけどね。そのミツバチのね蜂蜜を使って、はい、元町の産業もちょっとあの広げようということで、はい、あの例えば三木喜朗さんが、うん、私たち大好きな、うんうんうん、カレー大好き、はい、三木喜朗というお店の、はい、元町ハニーロールケーキ、はい、試食させてもらったんですけど。そうですね、めちゃめちゃ美味しかったですね。美味しかったです。これもう売ってるんですか。はい、あもう売ってる、はい、うわいつまで、はい
つまでだっけ？いつまで？まあでも早い、早いもん、早いもん勝ちですよね。だってはい。あと焼きカステラね、そうですね、食べさせてもあのいただいたり、フランス菓子のお店のカステラも食べたりと、はい、で多分これからお店も増えていくと思うので、うん、皆さん横浜の元町、はい、あの商店街、はい、中華街から結構近いですよ。近いね。でしょ、はい、見えてるもんね。中華街までは行くけれども、元町って結構なんだろう、地元の人が多いのかなっていう印象があって。そうだね、犬を散歩させてる人多いもんねなんか観光客の方は中華街までは行くけど、元町までよく知ってる人は行くのかな。でもそうだね、港の三重丘公園行ったら行くんじゃない、降りてきたら元町だ。そっか、うん、そうですね、うん、じゃあぜひその間に中華街と、はい、港の三重丘公園の間にありますので、はい、いろんなお菓子屋さん寄ってみたら、はい、あの出会えるかもしれない、ね、そうなんですよ。もう今年始まりましたので、この先、はい、私たちが、そうだね、私たちが取った蜂蜜がお菓子になるってことか。可能性があります。本当ですね、はい、あ、なんかそれ嬉しいね。めちゃめちゃ嬉しいですよね。はい、まあ、できたらね、元町のストリートでライブしたりとか、うん、はい、できたらいいななんてね、うん、勝手に思ってますいや、でも元町はあのほらよくなんていうの、ブラスバンドとか地元のね、うんうん、そうですね、人たちがやって、うん、やあの音楽会をやったりしてますから、はい、きっといつかできるんじゃないかなと。いいですね、はい、あのカフェとか外でね、うん、あの夕涼みしながら、あーいい ね、 ね、これ去年なんか打ち水イベントとかもやってたみたいですよ。あーいいですよね、あの打ち水をして、うん、あので冷房を消してそれで冷やした空気でみんなで夕涼みをしようと。あー節電にもなるね、はい、あとはあのほらキャンドルで、ね、蜜ろうのね、蜜ろうのキャンドルでライトも、はい、ライトダウンして、はい、できたら、はい、めっちゃいい感じじゃないですか。いいね、うん、ぜひそれをやるときにはあの実現する際には、はい、お知らせしますので。そうですね、ぜひ皆さんに来てもらいたい。もちろんお知らせせずにやったら本当に犯罪ですよね君らだけ何楽しんどんじゃっていう話になるので。そうですね、すいません、いえ、そうですよ、忘れないように、そうそうそう、お知らせを忘れないように、はい